八戸学院大学の学生が八戸市の中心街を彩るプロジェクトを実行しています。このプロジェクトは八戸学院大学大木ゼミで社会福祉について学んでいる3年生4人が参加しているもので、障害に対する地域の理解の促進と地域貢献を目的としています。障害者サポートセンターくるみの里の作業室ではリンゴとエボシのオブジェを制作しており、巨大リンゴの下塗りの作業をしていました。施設の作業員は、作る前は大変そうだと思ったけど、作っているうちに楽しくなったと作業に集中していました。八戸市の学生まちづくり助成事業の一環で、我々大木ゼミが地域の方々に働きかけるという目的で、やっております。で、具体的な内容として、くるみの里さんに、木製のオブジェ、あと三戸のどんぐりの家様に、三戸の名物にちなんだ針絵、この2つを、お願いしております。八戸市の地域の方々に、障害のある人がこんなことができるんだとか、こういう持ち味や個性があるんだということを知っていただくために、今回の活動を実施しております。完成した作品は12月10日午前10時から午後5時まで町庭に展示されます。その後、他の場所にも展示される予定になっています。